ベッドフォード公爵ジョン・オブ・ランカスターは、イングランド・ランカスター朝の王族。イングランド王ヘンリー四世の、第三王子。老いにあたるイングランド王兼フランス王ヘンリー六世の、フランス摂政として百年戦争後期の、イングランド軍の葬式を取った。1389年6月20日に後に、イングランド王ヘンリー四世となる、ダービー伯爵、ノーサンプトン伯爵ヘンリー・ボリングブルックと、 そのつまめアリードブーンの三男として生まれる。兄にイングランド王となるヘンリー五世位、クラレンス公となるトマス、弟にグロスター公となるハンフリーがいる。父がリチャード二世から王位を散脱して即位した1399年により、後にガーター勲章ナイトに助せられた。1414 14年5月16日に一代限りの爵位として、 ベッドフォード公爵とケンダル伯爵に除される。同年11月24日には、世襲貴族リッチモンド伯爵に除された。若年の頃から戦いに参加しており、1405年に、イングランド貴族のノーサンバランド伯ヘンリー・パーシー、ヨーク大司教、リチャード・スクループ、ノーフォーク伯、トマス・モーブレーらが父に反乱を起こすと、迎撃に向かった父とウエスト・モーランド伯、ラルフ・ネビルの軍に加わった。 兄王ヘンリー五世の治世では1416年5月にイングランドを訪問した新聖ローマ皇帝ジギスムントのデムえ役の一人に選ばれ兄と共にジギスムントを歓迎する一方8月にはイングランド海軍の指揮を任されフランスへ都会イングランドが確保したフランスの都市アルフルールの奪還を図ったフランス艦隊と衝突勝利してアルフルールの救援に成功した また、1415年から、イングランド軍占領下フランスの防衛を任されていた。1422年に、兄が崩御すると次の王で、オいヘンリー6世が要君であることから、兄の誘言語によりベッドフォード公は、フランス摂政として、フランス占領地の行政を、弟、グロスター公は、イングランド国内の行政を取ることになったが、議会は、ベッドフォード公を、 五国境に指名し、グロスター校は、ベッドフォード校不在時の代理としている。しかし、ベッドフォード校は、兄のユイゴンドーイングランドの政治については弟に、任せ、自身は、フランス内のイングランド領であるノルマンディやパリの、統治と100年戦争でのイングランド軍の葬式に、集中した。翌1423年にはブルボーニュ派との、同盟関係を強化するため、 ブルゴーニュ公フィリップ3世の妹アンヌと結婚した。彼女はイングランドとブルゴーニュ派の間に生じた問題の解決に何度も尽力してくれた。しかし、同時に強行されたブルターニュ公ジャンゴ世の弟、アルティールド・リッシュモンと全両公とアンヌの姉、マルグリットとの結婚を通して、ブルターニュとも同盟を結ぼうとしたが、ブルターニュ公は中立を貫き、リッシュモンに至っては後に、 フランスへ走っているためブルターニュの抱き込みに失敗した。1424年のベルヌイユの戦いでは自らイングランド軍の陣頭指揮を取り、ブールジュのシャルル7世に雇われたスコットランドやロンバルドの傭兵軍団を主力とするフランス軍を破り、イングランド軍の最優勢機を築いた。しかし、資金不足でロワール下半への進軍ができず、この勝利を有効に活かすことはできなかった。 ベッドフォード公の抱える問題はフランスで古軍奮闘状態になっていることだった。同盟者のはずの善良校はアルマニアック派との戦いにはほとんど関心がなくフランドル政策に熱中していた。イングランド国内でもグロスター公は北部国境スコットランドを危険視してフランス政策に消極的だった。外部からの援助が期待できないベッドフォード公としてはせめて ノルマンディ公領をはじめとする占領地からの収入は固める必要があり、そのためにノルマンディ三部会を定期的に開催した。また、占領統治の手足となる官僚要請のため1431年にカーンでカーン大学を設立している。エノージョハクジャクリーヌ1425年10月には弟グロスターコーとその妻エノージョハクジャクリーヌが エノー継承権を求めて同地へ進軍し、同じく同地の継承権を主張する全領公と対立した。ベッドフォード公にとっては派と迷惑以外の何者でもなく、これによって、ベッドフォード公と全領公の同盟関係も怪しくなってしまった。しかし結局弟がジャクリーヌを見捨てて、ロンドンへ逃げ帰ってくれたので、ベッドフォード公は全領公への圧力を再び、 強められるようになった。1426年には海軍司令長官に就任した。1427年には本国でヘンリー6世の補佐をめぐって弟と義理のオジウィンチェスター司教ヘンリー・ボーフォートの対立が深まったため急遽帰国してその仲裁に当たっている。バット議会を召集することで両者の和解にこぎつけた。百二十八年にデルフトで ジャクリーヌと全領公の間に協定が結ばれ、全領公がジャクリーヌの絵の、ホランとゼーランとの権利の相続人となった。この際に、ベッドフォード公は全領公に対して、ジャクリーヌ支援を放棄する代わりに、対フランス戦争に参加するよう求めたが、全領公は拒否して動かず、中立的立場を取った。ジャンヌ・ダルク・ベッドフォード公は、丁寧に後方を固めることを好む人で、 フランス西部で、ノルマンディの南隣にあるメイヌ・アンジュー・トゥーレルの征服が戦略目標だったが、戦線の膠着状態が続く中、主戦派の第13代ウォーリック博、リチャード・ドビーチャムや第4代ソールズベリー博、トマス・モンタキュートから突き上げられて、フランス中部のオルレアン包囲作戦を決定した。面の支配ではなく、南下して、オルレアンという点の支配で一気にシャルル七世がいる。 ブールジュの王宮まで進行する計画である。また選挙区を緊迫化させることで全領港を、嫌やおうなしに、対フランス戦争に引きずり込めるという思惑があった。しかし、包位戦が始まった直後の1428年11月に、ソールズベリー博が戦死して、第4代サフォーク博、ウィリアム・ドラポール、第7代タルボット・ダンシャク・ジョン・タルボット、 トーマス・スケールズラが指揮を引き継いだが、戦闘は長期化。1429年5月に、ジャンヌ・ダルク率いるフランス軍に、トゥーレル要塞を落とされ、包囲されていたオルレアンは解放された。作戦の失敗を知った、パリのベッドフォード公は、ジョン・ファストルフ率いる援軍をパリから送って、タルボットらが率いるオルレアン高位残党軍と合流させたが、彼らは6月に、 パテへの戦いで破れて壊滅してしまった。これにより、フランス軍にランスへの道が開かれ、7月にはシャルル7世がジャンルラを引き連れて、ランス大聖堂で大冠式に臨んだ。8月にはジャンヌ率いるフランス軍がパリに接近してきた。ベッドフォード公は、パリ市の壁や市民軍を強化し、中性確認などで市内の徹底した思想統制を図って防衛力を強化した。 その結果、9月のパリ包囲戦で、フランス軍を退けることに成功した。1430年2月には全領港に、イルドフランス東部ブリとシャンパーニュへの統制権を認め、それを餌にしてブルゴーニュ派のコンピエーニュ方戦への参戦を取り付けた。この作戦は1430年夏いっぱい、続けられたが、イングランド軍とブルゴーニュ軍の敗北で終わった。 しかしこの戦いの最中の5月23日に、ブルゴーニュ軍がジャンヌを捕虜にすることに成功した。コンピエーニュを管轄するボーベ指教、ピエール・コーションを通じて、ジャンヌの身柄を買い受け、コーションを裁判長とする宗教裁判に引き渡した。1431年1月から5月にかけて、彼女の宗教裁判が行われたが、最終的には、 獄中で断層したことで戻り、異端の罪を犯したとされて、5月29日に世俗裁判権に返還された。ベッドフォード公は重ねて、世俗裁判を行わず、翌30日にジャンヌを家計に処した。ジャンヌを処刑した後、ルービエに攻勢を開始させ、本国からの増援も得て10月に同志を陥落させることに成功した。さらに12月17日には、 ヘンリー6世をパリのノートルダム大聖堂でフランス王として退官させたがイングランド軍の劣勢が覆し難くなり始めていたため退官式後にはヘンリー6世を早々に帰国させた1432年以降にはイングランドの敗色が目立つようになり同年2月20日にはシャルトルをフランス軍に奪還されたその数ヶ月後にはパリとシャンパーニュの間に位置し 輸送隊を組織するのに重要であった、ラニ行為を撤収する羽めになった。11月にはブルゴーニュ派との架け橋の一つである妻、アンヌを失った。1434年には、ノルマンディのベサン地方が、ベッドフォード港の化した重税に耐えきれずに放棄を開始した。他のノルマンディ地方もほとんど統制が効かなくなっており、野党が急増して無法地帯と化していた。 晩年には、主戦派である、グロスター公からも、戦況悪化の責任を追求されるようになり、1435年9月14日に、失意のまま46歳で、ルーアンで皇居した。1週間後の9月21日にはついに、全領公とシャルル7世が、アラスの和訳を結んでは僕し、1436年4月には、パリが陥落した。以後イングランドは、劣勢を覆せず、 百年戦争の終戦を迎えることになる。ジャンヌ・ダルクを処刑したことで悪名高い人物だが、優れた軍人にして有能な政者であったという。ベッドフォード公は晩年に国王ヘンリー六世に宛てた書簡の中で次のように書いて自らの敗因をラッピョセルの登場に求めている。オルレアン行為に着手した時までは、万事が陛下にとって好都合に進んでおりました。 かの地に、あまた集結しておりました陛下の軍に一見したところ、神のお手によるとも思える大打撃が加えられました。その原因の王なるものは、かっこたる確信の欠如と、兵士たちが悪魔の弟子、手先のピュセルなるものに対して抱いていた、許しがたい恐れにあります。このものは、まやかしの魔法、妖術を操ります。かかる打撃と敗北が一えに陛下の軍の数を、 大幅に減少せしめたのであります。1423年に、トロワで、ブルゴーニュコージャン1世の娘で、フィリップ3世の妹アンヌと結婚した。1432年にアンヌと死別後、翌1433年にサンポルハクピエール1世の娘ジャケットと再婚したが、いずれの結婚でも加えられていない。ジャケットは、ベッドホードコーと死別した後、 初代リバーズ伯爵リチャードウッドビルと再婚している。この二人の間の娘エリザベスはエドワード4世の王妃となった。ありがとうございます。